ねえ、私と一緒に死んでくれない？ミュウに会いたいのでしょ？ついてきなさい。あの男より肝が据わっているようね。あなたがなぜメビウスに招かれたのか、何を望んでいるのか知ってるわ。自分が何をしたいかわからなかった。だから誰かに導いてほしかった。導いてあげるわ。私とミュウが。私はオスティナートの学士の長ソーン。あなたは佐竹翔吾に利用されているだけよ。あなたたちが現実へ帰ろうとすることがほころびを生み、メビウスの存在を危うくしているのは知っているわね。そんな権利があなたたちにあるのか、なぜ、どうしてとは私は問わない。ただ知ってほしい。フェアであってほしい。あなたはまだ己と帰宅部の都合しか見ていない。他の者たちの夢を壊してまで己の欲する道を行く前に、オスティナートの学士たちと帰宅部、ミュウとアリアのどちらが正しいのか。メビウスでしか生きられない者たちの心も知ってほしい。私は佐竹翔吾やあなたがなぜ現実へ帰ろうとするのか知っている。学士や多くの人々がなぜメビウスにとどまろうとするのかも知っている。その上で学士たちの長たる道を選んだ。あなたはどうなの？答えはこの扉の先にある。迷いがあるならくぐりなさい。物事の一面しか顧みずに己の決断が正しいと思えるのなら、今来た道を戻るがいいわ。私はどちらを選べとも強要しない。ただ機会を与えるだけ。選ぶのはあなたよ。顔色が悪そうだけど大丈夫？よくこれで顔色がわかるものね。みんなのことはパラメーターでも見えてるから、顔色の項目が青くなってるよ。アリアもあなたと同じ？うん、そうだよ。まずいわね。彼女の目も欺くことはできる？今は私の方が力が強いから、管理者権限でアリアにも通用するプロテクトをかけることはできると思う。頼むわ。ちょっと眩しいけど我慢してね。メタバーセスとメビウスの狭間にある学士専用の控え室だよ。学士のみんなが親睦を深められるように作ったの。自分で見た方が早いよね。ちょっと待って、鏡覗いてみて。
気に入った。君は謎の学士、ルシードに生まれ変わったの。その姿なら帰宅部の連中にも学士たちにも何者か悟られずに済む。帰宅部の部長としてミュウや学士たちと敵対したければいつもの姿で好きにしなさい。メビウスでしか生きられない者たちの心を覗いてみたくなったらルシードとして活動すればいい。ミュウがあなたにしか見えない扉を町中に用意した。その扉をくぐればいつでもルシードとしてこの控え室に来ることができるわ。帰宅部に戻りたくなったら今くぐってきた扉から部屋を出てね。いつもの姿で来た場所に戻れるよ。現実へ戻るか否かは帰宅部と学士たち双方の主張と内面を知ってからでも遅くはないはずよ。ルシードの正体はここにいる三人以外知ることはない。あなたがその姿の時は私も帰宅部の部長だということは忘れて学士の仲間として指示を出すわ。そうだ、その姿の時は私がアリアの代わりにパートナーになってあげる。ミュウ、帰宅部の狙いはあなたなのよ。危険だわ。アリアみたいにポケットに隠れれば大丈夫だよ。えいっ。へへー、どう？似合う？アリアを見て私もちょっとやってみたかったんだ。ほら、これなら大丈夫。ダメ？仕方ないわね。頼むわルシード、絶対に帰宅部にミュウを渡さないで。そうだよね、ちょっと待って。こんな感じかな。あなたの機材だよ、好きに使ってね。さあ思いの丈を吐き出して。歌詞はあなたの心を覗いて私が歌ってあげる。これは すごい見事な出来だわ。私の見立ては正解のようすごいすごい。私歌えるようになってくね。よろしくねルシード。一緒にメビウスを盛り立てていこう。